ワーミュータントももらえちゃう。遊びに来てね。サンサンキッズ TV、 みんな困ってるの。サンサンどんぐーもりんどいっつ。うん、今僕が何やってるかって、じゃじゃーん、マインクラフト。建物を作ったり、畑や動物育てたり、ワクワクが止まらないよね。クリーパーやゾンビがやってくるのは怖いけど。うん、今止まってるよ、サンサン。今度はクムリもやってみる。僕は見るのとダメなので忙しいの。おい、お楽しみのようだな。どうぞ。そしたら俺様がとっておきのワールドに招待してやるぜ。なんか怪しいゲートが。うわー、吸い込まれる。ショータイムだぜ。何？ここって、用意してやる。だが、そこまで無事にたどり着けたらな。ガッガッガー。でもマイクラの世界ってワクワクするじゃん。これでもか。いやー、やっぱり帰ろう。力を合わせて元の世界に戻るんだ。みんなもグッドボタンで応援して。なんとかなる、なんとかなる。ゴーゴービークルズ。何か使えそうなものを。ってツルハシしかない。僕知ってる、こうやって使うんでしょ。頑張ってる場合じゃないから。ここは僕に任せていい。頭を使えばすぐ解決さ。何か作戦があるんだね。こうやるんだよ。頭からゾンビに突っ込むんかい。あー、ダメだ、助けて。クモリン、クモリンが逆に倒されちゃった。どうしよう。油断禁物。いやー、僕まで。ここは僕たちゾンビに倒されてリスポーンしちゃったみたい。ツルハシも落としちゃった。弱っちいな。ノイズ、こうなったら永遠にリスポーンし続けて世界から出られなくしてやるぜ。ゾンビにスケルトン。俺様は遠くで鏡の見物をさせてもらうか。このままじゃまた倒されちゃう。ドイツめ。そうだ、なんで気づかなかったんだ。サンサン、僕たちも武器と防具を作って装備すればいいんだ。ノイズみたいにね。だからひとまず逃げながらあそこの洞窟に行こう。あ、さっき落としたツルハシ発見。よかった。急げ急げ、早く洞窟の中へ。確かこういうところに、あ、鉱石を発見。これがあればつむつむがついた石をどんどん発掘すればいいんだね。石もどんどん採掘。ダイヤモンドに金に鉄の鉱石、これで強い装備が作れそうだ。僕ダイヤモンドがいい。なんか強そうだもん。僕も。そしたらまず石でかまどを作って、石を中に入れまーす。燃やすのに木材が欲しいな。あ、これでしょう。あ、あの時のかまどでいろんな素材を作れたね。そしたら素性台も作って準備 OK。 まずはやっぱりグッドでしょう。ダイヤモンドスタート。フォークも完成。いいぞ、出陣。いや、すごい、すごい戦えてる。何
何？ダイヤモンド装備なんてしやがって。どうだノイズ、かっこいいでしょ。もう僕たちを止められないよ。あんなところになんかゲートがあるよ。もしかして脱出ゲートかな。このまま進み、待て、じゃねー、よーし脱出。ここはまさか姉さん、マグマだらけ、そして敵だらけ。だけど攻撃してこない。ちゃっちゃっちゃ、よくここまで来たな。この先に脱出ゲートがあるじゃん。無事にたどり着けるかな。うっと、くれぐれもリグリンたちを怒らせないようにな。大変なことになるぞ。刺激しないように進めば大丈夫だもんね。あ、こんなところに宝箱、気になる、開けちゃおう。あ、クモリン、もしかして怒っちゃった？多すぎる、逃げろ。忙しいところすまないな。ネザーに俺様のお友達を招き入れたぜ。フリーパーマで、このままじゃ僕たち最後はコッパみじんだ。何が
出るかな、何が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 出るかな。出るかな、何が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 出るかな。チェストの中にはシャベルも入ってる。ハートを入れて。お水を入れて、ポーションを振りかけたら、いざ合体。じゃんじゃん、ゾンビだったんだ。あいつら、また俺様抜きで。そんなことしやがって。いやー、かっこいいな。カッカッカッカー、ノイズ、こいつは俺様がもらってやるぜ。あー、それは僕たちのブロックだけになっちゃった。せっかくかっこいいスキンだったのに。そうだ、これで僕たちのスキンを作ってみない？楽しそう。やるやる。よーし、僕たちを応援してくれる子はグッドボタン。僕たちのスキンでしょ。ちょちょいのちょいちょいちょい。ちょちょいのちょいちょいちょい。できた。ってそのまんまじゃん。ダメ。スキンを作るならこれだ。マイクラは四角だから、四角くすればスキンっぽくなるかも。さんさん、ナイスアイディア。どうすれば四角くなるのかな。困った時はスーパーお絵描きタイム。僕のスキンだったらこんな感じかな。じゃあ僕だったらこんな感じ。うんうん、いいんじゃない。どれで作るかな。君に決めた。キネティックサンド。キネティック、キネティック、キネティック、キネティック。ボロボロやないかい。気を取り直して。あ、くもりん、これなんかどう。ネゴブロックだ。これなら崩れないね。早速作っちゃうよ。サンさん、いきます。僕の足はこんな感じで。体はチャックも忘れずに。顔も作って、天才ねー。
持って発掘だ。僕は人参とピー。豚さんどうぞ。あいつら、これがなくても楽しそうじゃねえか。そうだ、もっといたずらしてやる。しまった。なーにぬーねぬー。みんな困りまる。サンさんとカモリンです。今日はこれ、マイクラクリーパー冷蔵庫。中を開けるとお菓子がたくさん。レッツプレイ。クーモリン、おやつの時間だよ。わーい、食べる食べる。もぐ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 。おいしかった。残りのお菓子は明日にとっておこうね。もっと食べたいよ。ダメ、明日。うん、おやつの時間だ。昨日のお菓子を。え、お菓子がない。どこ行っちゃったの？うん、それ僕食べちゃった。ちょっとクモリン。だって我慢できなかったんだもん。ごめんちゃい。もう、クモリンのせいで僕の今日のおやつがなくなっちゃった。次、また食べられないように。なんとかしなくちゃ。クモリンに見つからないように、おもちゃの中と空の牛乳パックの中に隠して。よし、これで完璧。ふふふふ、あれ、ない。まさかこっちもない。あ、サンさんが隠してたお菓子食べちゃったよ。独り占めはダメだぞ。クモリンが全部食べちゃうから隠したんでしょ。へへへへ。もう、どこに隠せばいいんだろう。ピコッとひらめいた。クリーパー冷蔵庫を作れば怖がってクモリン近づかないんじゃない。よし、早速作っていくぞ。材料は段ボールとか用紙とテープ。段ボールはサイコロみたいに四角い段ボールだとクリーパーっぽくなるかも。そしたらまず段ボールを半分に切るよ。まっすぐ切れるように先に線を描こう。カッターを使うから作るときは大人の人と一緒にやってみてね。それじゃあ切っていくよ。切れたら小さい方の段ボールのこことここを切ってね。全部切り終わったら組み立てる前に画用紙を貼ってね。クリーパーの顔も忘れずにね。よし、そしたらテープで段ボールを組み立てて。中に仕切りをつけるよ。そこにお菓子を入れたら完成。これで絶対にバレないぞ。けどここが少し空いてるな。そうだ、ここをこうして。よし、これで完璧。にしたんだ。すごいすごいすごい。クリーパーみたいに爆発するって思ったら
るし、サンサンは壁の中から出てくるし。ねえサンサン、僕も作りたい。うん、いいよ、作り方教えてあげる。だからもう僕の分のお菓子全部食べちゃわないでね。はい、今日作ったのはマイクラクリーパー冷蔵庫。冷蔵庫の中に隠し扉を作って開けた人をびっくりさせちゃおう。みんなも作ってみてね。やっほー、サンサンだよ。クモリンです。クモリン、これ知ってる？なにこれ、宇宙人？違うよ、マインクラフトっていうゲームに出てくるキャラクターなんだよ。あ、なんか聞いたことあるな。そうでしょ、今日はチョコを使ってマイクラのお菓子を作りたいんだけど、どうやって作ろうかな。作り方わからないのに作りたいの？そうなんだよね。私が来たからもう大丈夫よ。あ、つくも？つくもは作り方知ってるの？もちろん。チョコクランチを作ってミニマイクラの世界を作ってみましょう。やったー、マイクラ好きな子はグッドボタン。みんなも一緒に作ってね。材料はこんな感じよ。まずコーンフレークを袋に入れて手で叩くわよ。粉々にしちゃうの？少し形が残るくらいの強さで叩いてね。わかった。このくらいになったら OK よ。次はチョコを溶かしましょう。お湯を使うときは大人の人と一緒にね。はーい。ホワイトチョコの方には抹茶パウダーを入れて緑色にしてね。あー、きれい。チョコにさっき叩いたコーンフレークをたっぷり入れてよく混ぜるわよ。もう美味しそうだね。うんうん。まだ食べちゃダメよ。コーンフレークを混ぜたチョコを四角い型に入れていきましょう。この型にはミルクチョコだけ。もう一つはミルクチョコの上に緑のチョコを薄く乗せて2色にするわよ。最後の一つは緑色のチョコだけを入れて固まるまで冷蔵庫で冷やすわよ。固まったみたいよ。はい。割れないようにゆっくり型から出して包丁で切って小さい四角をたくさん作ってね。包丁は大人の人と一緒に使おうね。四角く切れたら緑のチョコをチョコペンを使って組み立てて。うん？何ができるんだろう。顔を描いて。あ、これってさっきの。あ、クリーパーよ。わー、すごーい。他の二つは積み重ねてチョコブロックの完成。マイクラの世界みたいになってる。クリーパーを置いたらマイクラチョコクランチの完成。本当にマイクラの世界みたい。僕はこのブロックを食べてみようかな。おいしいぞ。パンパン、パワーがザクザクしてる。じゃあ僕はもったいないけどクリーパーを食べちゃおう。ごめんねクリーパー。パクッ。本当だ、サクサクしてておいしい。そうでしょ、簡単に作れるからみんなも作ってみてね。美味しくてパクパク食べちゃうよ。そうだ、サクサククリーパー作って食べてみて。クモリン、みんな困ったかな。サンサンとクモリンです。今日はこれレゴマインクラフト氷の城、ゾンビとスケルトンだ、王国の騎士とイエティ、氷の城を守れるかな。レッツプレイ。まずはみんな大好き組み立てから。袋は4つ、あと2枚の板。王国の騎士イーティ、ゾンビにスケルトン、ポンコン。さあお城を作っちゃうよ。レゴ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 マイクラ、マイクラマイクラマイクラ、レゴリゴレ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 ゴマイクラ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 、レゴリゴ。作業台に宝箱、かまぼこにポーションジュース。勝手に飲まないの。ほらまだまだいくよ。レゴ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 マイクラマイクラマイクラ。
クラマイクラネゴリゴレ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 ゴマイクラ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 ネゴリゴ。これは何になるのかな。気になる。てっさほいさんマイクラマイクラマイクラレゴ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 マイクラ。そしてできたら合体できた。憧れのお城だ。私イエティが中を案内しよう。テクテクテクキュン。ああ僕も座りたかった。僕は王国の騎士だもんね。ま、僕は城の上に登っちゃうもんね。ポーションを作ったり作業台で武器のメンテナンスをしたり。なんだいくら俺様抜きで楽しそうなことしやがって。ヒルトンか。イエティ君、調子はどうだね。絶好調に。キャッ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 。じゃない。こいつ。氷の城なんて、俺様がぶっ潰してやる。せっかく作ったんだぞ。嫌だったら守ってみやがれ。クモリン。いや、イエティ君。ザンザン。いや、王国の戦士。いざ出陣。さあ、行くぞ。一緒に守ってくれる子はグッドボタン。よし、かかってきんしゃい。せーい、てよー。狙いを定めて、てい。これじゃキリがない。遊んでみてね。さあ、勝利のバナナポーションでも飲みますか。そうだ。